ショータイム、水戸への友人です。ティータイチョウ隊長でございます。ソシオニクス、はい、このチャンネルでソシオニクスを紹介させていただくときはですね、はい、イザヨイブログ、はい、めまいさんのイザヨイブログを許可を得て、はい、紹介させていただいてます。はい、今日は EIE、うん、EIE というのは MBTI でいくとおおよそ対応するタイプは ENFJ と言われていて、はい、EIE 指導者、反骨精神、恵まれた才能、カリスマ俳優という特徴があります、うん、いいなしかないんですけどねそう、持ってくるのがいいんですよ。はい持ってくる、あ、なんていうんですか、一番初めにね、はい、はいはいはい、この EIE というのはエシカル、はい、なので倫理、はい、論理ではなくてロジカルではなくて、うん、倫理で直感、うん、で外交型、はい、E は外交、うん、で別名は指導者あるいはハムレット、うん、とされていてですね、うん、EIE は反骨精神、恵まれた才能、うん、カリスマ俳優という特徴があるタイプで、うん、感情理解に長けており、うん、人の感情を上手に動かすことができます、うん、EIE は感情を深く理解する力があり、うん、他人の様子を敏感に感じ取りますと、はい、EIE の感情は芸術的で高尚でロマンティック、感情表現が上手で芝居がかった言い方と断定的な言い方を使い分けます、うん、EIE は下品さがなく、うん、人を刺激しない、うん、礼儀正しいコミュニケーションをしようとします、うん、また誰にも屈しない強い信念がある、うん、未来のことをしっかり想像しながら懸命に働き才能を開花させます。EIE は今にも起こりそうな危険を人々に警告します、うん、悪くなる可能性がある成り行きに対する嗅覚が優れていて、うん、あらかじめ対応をして代わりになるような生き方や選択肢について考えます、うん、無敵じゃないですか、うん、まあ無敵ですよ。てかまあみんな、みんなそんな才能豊かな EIE ですが、うん、せっかちなところがありますと、うん、心がざわざわすると我慢できずに休みなく動き、体調を崩したり感情を爆発させたりするかもしれません、うんうんうん、というところで、そんな人の、モデル A、はい、まあ、8つにどんな感情が分けられているか、感情じゃないですね心の機能がはい、はい、機能が8つにどう分かれているかというのを見ていきましょうと、うん、EIE のモデル A、ファースト、これは主導する機能ですね、うん、主導する機能というのは、リーディングファンクション、うん、中心となる機能で目立ち、うん、さらに自分で、まあ、自覚もあって自信があるので、はい、まあ、この機能のリーダーと考えたら分かりやすいと、うん、葛藤があるときに最終決断を下すのがこのリーダーですというところで、うん、EIE のリーダーは FE、うん、外交感情ですね、はい、主導する FE を、ファーストに持つタイプは常に周囲の雰囲気に合わせ、うん、雰囲気に自発的直接的に反応します、はい、人々が自身のしていることに打ち込めるような活動を探し出し作り上げます。ものの価値はそれが自分や他人の情熱をどれだけ沸き起こすかと直接的に結びついています、うん、このタイプの人は自分が理想的だと思った方向に雰囲気をどんどん進めようとします。例えばみんながあまりにもうつうつとしていると思ったら冗談を言って元気出させようとするし、逆に危機的状況なのにみんながあまりにものんきにしていたら真剣に集中してもらおうとするかもしれません、うん、それでも感情はできる限りありのままに表現されるべきだと信じています、うん、なるほど。ちょっとね、はい、私仮に、16タイプで言うと、はいはい、ESFJ、はい、同じ外交感情が主機能の時も同じなのか、うんうん、同じですよ。そこまでファーストは一緒って話ですもんね。そうですよね、うん、ということで同じ説明ですよ多分。 ESE がESFJ と対応するので、うん、
ちょっと見ていいですか、 ESFJ、はい、ESE ですね。同じことが書いてありますね、うん、なるほど、はい、だから似たタイプって話ですよね。ということですね、うん、主機能が一緒、うん、とするとやっぱり、うん、この外交感情というのは、はい、この雰囲気、うん、人も大事、うん、人の気持ちが大事、うーん、うん、なるほど。だからまあ EIE だと指導者じゃないですか、みんなをそうやって指導していく。はい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 。そっか、うん、っていうのは自分が人のためにしたい気持ち、人のためにしたいというか、うん、人に多分そうやって思われるのがいいんじゃないですか。あ、やっぱり自分が生きるためですよね、それは。自分が生きるため、これが TE とかだと、はい、多分ロジックじゃないですか、ね、うんうんうん、じゃなくてこう人々の感情をこう引きつけたいみたいな、はいはい、というところですね、はい、ではセカンドは想像する機能ですと。クリエイティブファンクション、うん、主導する機能を補佐するいわば副リーダーであり、うん、状況を判断してそれをリーダーに伝える役割ですと。主導する機能に比べると自信がなく控えめですが、新しいことには強く創造性が富む、うん、仕事を任されすぎるとストレスを感じる、うん、というところなんですけども、 EIE のセカンドは NI、はい、内向直感ですと、うん、このタイプは自分が興味を持っている状況やテーマがこの先どう発展していくのかについて予測することが好きですと、うん、洞察力が非常に優れていますが、うん、それ自体は目的ではなく、自分のより中心的な興味や活動の発展を促す手段として洞察を行いますと、うん、これはどういうことだ、まあ、可能性をですよね。で、多分ファーストの FE を補助する機能みたいなもんじゃないですか。なんかこうみんなをいい方向に持っていきたいみたいな、みんなが楽しくなるにはどうしたらいいのかみたいな、それをまあ自分の中で考えるみたいなことじゃないですか。自分のより中心的な興味や活動の発展を促すために、うん、その洞察を使う、洞察をするみたいな、まあ、可能性みたいなところですよね。より発展させるためにみたいな。では後でちょっと外交が出てくるので、はい、それまた見るんですけど、で3番目サードは規範の機能、ルールファンクションですと。自覚のある短所の一つ、うん、新しい場面に弱く自信もないが社会的な場面で適応するために頑張ろうとする、うん、またピンチの時に体を張って主導する機能を守ろうとするのもこの機能ですがっていうところですね、はい、でこの規範の機能が TE、はい、外交思考です、うん、効率的で生産的で、うん、聡明な人に見えなければいけないとして努力するのが特徴的ですが、うん、主導する FE が決めた優先事項と衝突しない場合のみですと、うん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 、例えば最も効率的なやり方でなかったとしても、うん、自分が目指している雰囲気、うん、かっこ適意がないと示されるような雰囲気を生み出したり指示したりするのに最も望ましいやり方と判断すれば、うん、それに決めてしまうかもしれません、うんうん、これちょっとわかります、はいはい、同じですか、うん、そうですね、うんうん、外交思考が3番目に来る、うん、なんかまあ同じってことですよね。あ、だとやっぱりちょっとわかるっていうところですね、うんうん、N と S が逆転するだけって話です。なるほど。やっぱり若干この思考が要はこの効率的、はい、生産的、うん、で聡明な人に見えなければいけない、うん、で頑張るっていうのはすごいわかるんですよ、うん、はい、けど、うん、雰囲気とかそっちの方が重要だから、うん、もうそれはもういい、そう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 っていうのはすっごいわかる、うん、し苦手だと思ってるのもわかる、はい、うん、はい、すいませんちょっと個人的な話をしちゃいけないですねでは4番目、はい、脆弱な機能ですね、うん、最大の短所で強い苦手意識がありますと、うん、新しい場面に弱い上社会的なニュアンスにも疎いです、うん、また全く自信がなく使用するだけでストレスを感じる、うん、基本的には使用を避けようとする機能です、うんうん、というところなんですけども、 EIE にとってはそれが内向感覚だと、うん、脆弱な機能に SI を持つこのタイプは、うん、SI の効果を気にしないし SI 的な視点は
自分の目的達成には全然重要ではないというふうに考える傾向がありますと。トークのことや長期的な思考と比べると、身体的なこと、身近なこと、今のことの優先度は低くなります。典型的な特徴として、細部に宿る美への無関心さが挙げられます。というのは、長期的な視点で見たときに、細部を気にしていたらキリがないという意見に焦点が当てられるからなのです。身の回りのことや自分の身体的な感覚にも疎く、自分が扱う必要のないものがどこにあるのかがよくわからないということがあります。細部への美への無関心さは LIENTJ の方が特に顕著ですと。EIENFJ の場合だと、書類を書いたりサインをしたり確定申告をしたりという低レベルな事務作業への嫌悪として脆弱な SI が現れます。脆弱な SI を持つこのタイプは、そもそも SI 的な見方をどうでもいいと思っているので、この機能に関わる思いもよらない問題、新たな問題、あるいは見過ごされた問題のせいで道を外れてしまうことが多いです。夏休みの宿題とかもそうなんですかね。そうかもしれない。いや、なんかこの細部への美っていうと、って書かれると、いや、なんかそのそういうところは気を使うところがあるだろうって思ったんですけど、そのなんていうんだろう、確定申告とかね、その事務、低レベルな事務作業への嫌悪が SI 内向感覚のところで出てくると、でもこれって誰にもある、もっとじゃないですか。もっとというのは、あ、より強くあるっていうこと。より強くこのタイプの人はある。ああ、チュートリアルの得意さんだ。ちゃんとやらなきゃ、あ、そうそうそう、ちゃんとやらなきゃみたいなのが、もうそんなのいいじゃんって、もう病的に抜ける、ああ、確かにしっかりしよう、しっかりしようっていう感覚がそもそも薄いって話ですよね、はい、なるほどね。通ればいいじゃん、レベル通ればいいよ、あ、バレなきゃいいじゃん、あ、はい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 、どうせバレないよみたいな、うん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 、そういうところかもしれないですね、でこう単純な事務作業とかはみんな嫌いみたいなのがあるじゃないですか、うん、それもボンと飛ばしちゃうみたいな、飛ばせるっていうことですよね。そうそうそう、なるほど。本当に不都合がない限りはもう完全に飛ばしちゃう、はい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 、優先される周りの雰囲気や感情を邪魔しないことなら事実や知識、効率も認める、認めるって話ですよね。あーっていうと、うん、そう、僕はなんていうんだろう、雰囲気を取るんだと思います、うん、あ、雰囲気を壊さないのであれば、邪魔しないのであれば、うん、効率とかがある。ああ、全然、あ、いいじゃんそれ、あ、もちろんもちろん、